続きやっていきましょう。地下鉄で約束の人物と会うですね。行きますか。どこ？向こうか。BGM なんやろ。何メーターあんのこれ。全然わかんないんだけど。まあいいか。お、何これ。あ、蜂か。中の銅像に見えた俺。なんかいろんな BGM 混ざってない？気のせい？こんなもん？これ。お！これって、ジャンプしてそのままいけるんかな？お、危な！危な！何？俺上に乗ってたってことか今。えぐ。これ漁るか。なんかあるっしょ多分。 What is that? はい、失楽園第4。おー、よっしゃ。 200m 先、緩衝材に着地すれば落下ダメージを 回避できる。これか。おい、へい。これジャンプしろってことでしょ。あ、水か。行くか。うぅー、なんかあるでしょ多分。はい、開けれる。あ、無理だった。やば。いや、間に合うようにできてるはず。よっしゃー。地下鉄に行くって言ったよね。地下鉄で約束の人物と会う。ずっと出せないんかなこれ。おい、あ、いますね。もしもし、結構いるな。エーデンだ、聞こえるか。はっきり聞こえる。近くにいるということだ。うん、湖を渡った。ならトンネルはすぐそこだ。入り口がある。 GRE がシティ封鎖時に残したものだ。私も反対側から行く。急げ急げだって。急げ急げ、なんでそんな急がずん。まあ、戦わなくていいか。じゃあいっぺんいんのだけど。おっしゃ、あそこか。戦わなくていいもんね別にね。おお、あれ登れそうだね。これ地下鉄でしょ。これ上登ってトントンでしょ。これもいける。おっしゃ、105メーターか。何この板。こう。おお。おっしゃ。うわ。おし。時間制限みたいなもんかな。スイングロープがあった気がする。あるね。ほっ。おい。はい、来た。来たぞ俺。よし。ふう。しゃがみ。えい。トンネルに着いたぞ。おい、聞いてるか。もうすぐだ。向かってる。これメトロのさ、アルチョムの声じゃない？のせいかな。メトロ思い出してきた。レンダか、中押しにしようかな、中押し。よし。
わっ、うっ、あ、怖い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 、真っ暗。おい、誰かいるのか。こっち行かなあかんのか。やば。くそ、こりゃひどい。ひどい。でも暗いし、ライトとかないんかな。うわ、見えない。なんてことだ。やだ、何これ。うわ、怖。何これ。うわ。やられそうなんか、後ろで。うっ、内側から開けて。何これ。バラオイル、バラのオイル。これ情報提供所助けて。めっちゃフラッシュ焚かれたんだけど。何このフラッシュ、何このフラッシュ、気のせい。うこのフラッシュ誰？これ UV ライトで照らすやつ。これ情報できましたか。大丈夫か。やつに噛まれた。ボラ体力か。下水道にはやつらが溢れてる。下水道にいっぱいいるってこと。こ強っ。後だ、移動する。もう耐えろ。時期に過ぎ去るって。点火。見つけた、探してたんだぜ、サスケ君。オロチマル。そんでこいつはどうする。オロチンユ、多分死んでんな。ブツは持ってねえようだ。行くぞ。What? キーは持ってない。本当だ。あ、助けるんか。俺、免疫あるってことか、これ。ほら、さっさと吐け。本当に。キーでライト。持ってない。処分したんだ。私が一人でやった。どこ？ボスならこいつを吐かせられるだろう。どこにある？早く助けなきゃ、ゲンド。早く早く助けんと、早く助けんと。え？え？うん。いやもう音でバレたやろ今ので。ねえ。何これ、強そう。こっちの方が弱いよな。危なっ。全然振り子のなんかそういう動き無視してるの。何今の俺のこれ、ダメージ食らったってことか。タヒール、ここか。入れるんか。何のキー、マジで。こいつら喋りバカそうだな。変化し損ねたやつ、知能がバカになったんかな。あ、おあはあ、だって。うわ、うっぜ、あいついじめやがって。てめえはとっくに死んだかと思ってた。小僧、キーをどこに隠したんだ。持ってねえよ。何のことだかわからないな。彼を話せ。こいつのことを首筋どうにかなってるぜ。知ってんのか。そんなの、てめえでやってみやがれってんだ。いい武器持ってんじゃん、お前。
怖い。ジャストブロック、はい、長押しで敵の攻撃をブロック、ギリギリのところでブロックするとジャストブロックできる。ジャストブロックは敵をよろめかせ少しがムーブオミにする。 OK 了解です。さあ行こう。おい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 、あ、よろめかせることができる。あ、3回ジャストブロックせなあかんのか。おいおいおい、うらうら、準備できてなくても行くぞ。うらうら、キック強っ。俺やば強っ。チュートリアル、チュートリアルと言いつつもさ、これやばいでしょ。俺の強さ、俺装備強くなるのかな。今こんなボロボロの装備なんや。跳躍キックで障害物よろめき状態の敵を飛び越えながらキックすることができる。うん、はい。あ、もうこれを習得しろってことか。どんな感じ？これドロップキックちゃん。よろめき状態の敵に向かって、はい。スペースで飛び越える。飛び越え中に、まあ、使っていくうちにわかるか。発動条件とか。よし、OK。はい。こっちに来い。はい。あれは誰だ。めっちゃオシャンティーなライト。時間がない。うわ、うわ、大丈夫。持ち物の中に渡したいものが。この人死ぬ。おい、これは GRE アクセスキーだ。持ってんやないか。ピースキーパーが持ってんじゃん、お前。見つけた。なくすわけにはいかない。妹のことを話してくれるんだろう。妹なんや。ミアはどこだ。いいか、フィッシュアイに行け。魚の目。そこでラワンという女性にそれを渡すんだ。キーと彼女の助けがあれば。え、お前死ぬ。全てがわかる。もう情報提供者の手首につけてるあの HP メーターみたいなやつが満タンやな。手に渡ったらシティが、シティの全員が死ぬぞ。ワルツ、ワルツはここにいるのか。来る、奴らが来る。聞こえるか、レネゲードだ。逃げろ。一緒に行こう。これを。死ぬんこいつ。行こう。おお。全員やりて。迷子の羊か。全員やりて。一人じゃねえようだが。一人にしてやるや。え？エオゲイド。いっぱいおるってことかこいつら。ボロのマチェット。条約を使って俊敏に動こう。障害物やよろめいた敵に向かって走り。はい。うん、スペース押し、長押しでその上飛び越える。跳躍中に左クリックで跳躍キック。うん、それがパルクールコンバットの基礎だ。今後さらに能力を広げるスキルが習得できる。 OK 了解。さっき取ったスキルのまあシュートやですよね。ギリギリのところで、あ、ジャストガードするのが、あ、そういうことか。すごい面白い。うえ、 OK、 分かった分かった。はい、ラストラスト、もう大丈夫、もう大丈夫よ、もう大丈夫よ。ほらほら、もう大丈夫じゃない。うっ、うえ、また来たぞ。うっ、ざこいよ。いいで、キック。うわ、武器を壊れかけているって。おお、どうなってんの。うん、あ、たかれた。キック。もうに、もう今日そんな気にしない。うん、なん気にしない。こいつはレネゲードって言うんだね。早く助けてくれ。早く助けてくれだって。さっさと脱出するぞ。なんだ、逃げろって言いやがって。いるのか、私のキーは。ワルツだ、逃げないと。奴に用があるんだ。バカか、殺されるぞ。ディナー、
え、来た。くそ、通気声。ワルツ来た。早く、こっちだ、先に行け。アイテム拾ってない。まあいいか。え、おい、何して。え、ワルツに GR 一気を渡すなよ。おい、出せ。フィッシュアイのラワンだぞ。行け。一緒に行けばいいじゃん。裏切り者だ。よー、ディラン。いや、みんな。ディランって言うんだ。え、話してやれ。これワルツ？腕おかしくない？なんか。めっちゃいい声だな、こいつも。めっちゃ気配る。なぜ私を裏切った。これ腕おかしくない？お前のものじゃない。ワルツ、ワルツ、顎モザイクかかってるように見えるけど、実はあれヒゲだよな。この中だ。切られる。そしたら、これで終わりだ。いや、目の前で。残念だが、お腹開けられるやん。泣けてくるか。ワルツ、こんな顔かい。ただ死ぬだけだろ。崩壊以前のことだ。祖父が馬を育てていた。綺麗で珍しい馬。じゃ、いい声やんけ、こいつ。私はとても好きだった。ある日、祖父のお気に入りの馬が転倒して足を折った。もちろん、祖父は馬を助けるだろうと思った。だが祖父はピストルを取り出して、私の手に押し付け、こう言った。馬のためにもやるんだって。そして私に引き金を引かせた。私は叫んだ。祖父に死んでほしかった。それだけで。だが数年後に気づいたのだ。やるべきことは。近い。これ気づくって。やらねばならないと。こうするしかないんだ、友よ。よろ。誰かいるぞ。通気口だ。怖っ。おわ、ワルツ。ワルツえぐいで、あいつなあ。やつの首を切り落として木を奪え。うわおう。え、下潜るんかな。無理だ。どっから行くんだ。ここか。いや、こういう追われる系きついってね。イレドに向かう。追われる系マジで苦手なんだけど。いや、しかもギリギリじゃない、結構こういう風に設計されてるよな。何？くそ、痛やく。お、発作？くそ。あ、すげえなこれ、地下の施設。ただ水没してるだけかな。何？どうなってる？どうなってる？超能力？目覚める？じゃあ、え、開けれなくない？イントゥザなんたなんたらなった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 。え、下から開けるの結構至難の技じゃない？夜の間は何ともハウラーを避けよう。彼らは感染者を呼びつけチェイスを始めて追いかけてくる。うわ。開けれたんや、下から。鉄の扉に見えたのに音的に木っぽいよね。じゃ想像しよう。おお、またや。パーリー？パーリーやってる。パーリー、
え、なんでこの人おるん？誰だこいつは。誰だこいつは。バイオマーカーを持ってない。待て。あ、何そのバイオマーカーって。すごい。喧嘩してんじゃない。殺せ、早く。うわ、縛り首だ。クソ野郎が死ぬのを見てやる。何それ、うざ。バザリアン。バイオマーカー。へえ。役やんこいつら。もしかして死なないんじゃん俺。そいつに手を出すな。お、すごっ。腕前エッグ。ねえ、投げナイフの腕前やばいよこいつ。点火仕掛けてるんだ。点火？ただのくしゃみだ。こいつはよそもんだ。殺さないと。こいつは俺の連れだよ。死んで。俺なしでどこへも行くなと言ったよな。言ったよな。なんで知っとん。あんた誰だ。殺されるぞ。今寄せ。だよな、どこにも行くなって。あんた誰だ。アホすぎやろ。いい姫。おうこ。やっぱ撃ってくれないと俺も喧嘩するんか。何今喧嘩仕掛けとん。ファラストショット。あ、撃ったワクチンなんかな。あれで殴られるん。詰め込まれるん、ツボに。動いてる。方向。香港。方向。私がやる前に殺して。おいおい、落ち着け。息吸って。すご。喧嘩はしてないみたいだ。わかるんや。みたい。方向、それどっかにやってよ。おい、おい、物扱いしてる。戻ってきたか。わかるなら瞬きしろ。うん、くそ、頭が。あ、縛られてる。ディビジバンドで。全然のとこ、UV ライトとインヒビターが助けてくれた。ああ。もちろんバットも役立ったが。確かに UV ライトあったよね、あの部屋に。生きてるぞ。なんでこいつこんな優しいん。私たちを殺そうとしたやつとおしゃべり。なあ、落ち着け。あいつ髪の毛 PVC バンド挟まってるよ。壊されかけたから。ここを出るぞ。歩けるか。待て、状況がわからない。わからない俺も。どこに行く。リュックサック、ダッサ。フィッシュアイに行かないと。小学校俺が作ったやつやん。バイオマーカーなしじゃ近寄れない。なんだそれ。バイオマーカーは知らないんや。感染の進行をモニターするツールだよ。CTA の入場券、それがないと一歩外へ出た途端運頼みだ。すごいね。お前はいつ点火するかわからない。なおさらバイオマーカーが必要だ。ある場所を知ってる。来い。ゼルダの伝説やんこいつの。ミナリじゃない？リンクやん。落ち着け、何も心配いらない。弱ってるだけだ。大丈夫。噛まれたらすぐやん、本当に。やばいね。飲め。本気？次はお風呂にでも入れるつもり？あ、そりゃ楽しそうだ。けどまた今度な。香港、消えて。香港。俺に惚れてる。あいつの。なぜ？マジでダサいなあれ。まずはもっとお互いをよくしろ。じゃあお前から。そいつはどうした。キー持ってるってこと。関係ないだろ。え、どいつ。用心深いな。うん、長生きできる。あ、本物の流浪人か。そういうことか。バッジを盗んだ。俺は流浪人だった。あった。日暮れまで1時間か。そいつをここに泊まらせるのは勘弁して。ほら、お前の武器と無線だ。いくら流浪人でもそれなしやな。さあ、優しい、香港。ダッサー、あれ。どうするん、どこ行くん。え、お前の家。ここで武器を使えない。何をしようとしたか、バレてしまった。ああ。いい部屋だな。
やば、俺くつろがないで。ルームメイトは間に合ってる。特に見せる隙に盗みを働くやつは流浪人を犯罪者にかけるんだよ。今俺変人だろ。いい UV ライトの組み立て。そう、もう行って。これ以上の面倒はごめんなの。はい。またヤナに痛めつけてもらいたい。ヤナって誰？お前か。おい、すまない、怖がらせたな。殴ったら気が済んだし。ジェーンだった。おあいこ。ヤナよ。エイデンだ。ジェーンってスパイクの妻じゃない？ジョーか。で、作業場。ここに引きこもってるってわけ。お友達より優しいな。ちょっと勘違いしないで。サラは私しか信用してない。あー。でもって、私はあの子より戦えるから、その分オープンなだけ。あー。はい。え、これ追尾してくるの？石頭だね。あ、追尾してる。私がぶん殴ったやつは大抵起き上がれないんだけど。見てる？もしかしてあいつ。あ、見てる。この角度シュールすぎやろ。なんか揺れてない？川の上？あ、もう気にかけてないようだ、俺のこと。じゃあ俺行ってくるよ。行きますね。くそ、そのポーズ疲れるやろ。え、俺が見なかったら、え、俺が見たら見る。ほら、すごいね。面白。ブーン。俺こういう能力あるんやで。ほら、あ、感染者カードゲットです。はい、じゃあ、よし、行くぜ！よし。ふぅー！ワウ！ワッツ！は？いい眺めだ。フィッシュアイは？あ、ずっと待ってくれたんだ、ごめん。その食堂なら、センターだ。薬品捨て場の先。ああ。フィッシュアイ食堂なんだ。そこに行きたい。残念。トンネルを抜けるしか道はない。バルハラの入り口並みに守りが固い。やば、突破するのは無理だ。死なないとバルハラいけねえじゃん。案内してほしい。トンネルどう行く？得意分野だ。トンネルよ。そう焦るな、カーボーイ。なんで色がつく選択肢あるんだろう。みんなを敵に回すぞ。うん、ミレドーの人間が脅威にどう反応するかもう見ただろう。俺がいない間にもうこのバイオマーカーが生まれたんやな。案内してほしい。あんたは町に詳しそうだし。世界がこうなる前からここに住んでたからな。なるほど。案内はできるけど、バイオマーカーがいる。あれがなきゃ無理だ。こいつ一緒に来てくれるんや。どこから来た？遠くからだろ。2000キロくらいかな。え？マジか。よく感染せず来れたな。そんなの噛まれなきゃいい。ここじゃな、みんな感染してる。ハランと同じく、うん、ビレドーも隔離された。壁が立ち中に閉じ込められた。おかげで助かったんだけどな。でバイオマーカーの方は？普通は手に入らん。うん、けどつてがありゃ別だ。任せとけ。行くぞ。はい、ついていきます。ちなみに俺はホーコンだ。ホーコンな。俺はエイデンだ。エイデンだ。よろしくな、エイデン。よろしく。ようこそ楽園へ。楽園エイデンだよね。俺エイデンやからさ、ちょっと一文字つけた。行きよる行きよる。待ち待ち。スタミナが切れた。体力不足だ。インヒビターがないと持たんぞ。インヒビター？そいつを撃たれてめちゃくちゃ大暴れしただろ。最初は仕方ない。マシになってくさ。あ、なるほど。死なずに済めばな。あ、はしご落としてくれるんか。ほら、なるほどね。死ぬ恐れもあったのか。撃ってなきゃどの道死んでたさ。ここでスタミナがないことを教えられるんや。あ、まだまだ足りねえぞって。お前無敵やん。 なんでよくしてくれる。うん、みんな流浪人を怖がるもんな。
でも俺は命を救われた。なるほど。浪人じゃない、感染者だ。旅がもっと辛くなるよ。新たな人生の始まりだな。ここを探してみろ。いわば宝箱だな。大抵いいもんが入ってる。待ってるからよ。ここを探す？屋上の戸建て。フィールドを駆け回る際は屋上の戸建てに注意を向けるといい。植物が多く生息するこの場所は高い黄色い、木を探すことで見つけられる。応急薬や消耗品をクラフトして使えるのに使える蜂蜜、カモミールの資源の宝庫だ。時には忘れ物武器見つかる場合もある。へい。で、黄色い木がね、はい、目印と。了解。何が入ってんだ？怪しい。何これ、ダイヤモンド。なんだこれ。なんだこれ。誰かが隠した。なんだこれ。化学物質がばらまかれた後にできた。感染の進行を遅らせるなんて迷信もある。あんたは集めないのか。集めるさ。迷信を信じる奴は大金を払う。俺は金になりゃそれでいい。実はお目当ての箱があってな。売れるってことか。来い、クリスタル。おお。死ぬんじゃん普通に。しゃ、あいつ足速いね。ほらこっちだ。おい来たよ。え、何これ、軍やん。軍だよね。あいつ殺されるんじゃない。ここには軍だ。ピースキーパー。ピースキーパー。人間にも容赦ない。絶対殺されるよ、あの女性。気をつけとけ。連中がトンネルを警備してる。ピースキーパー。はい。詳しく知りたい。詳しく知りたい。自分たちを正義の守護者だと思ってるのさ。うん。感染者を殺すのはうまい。そこは素直に認める。腕利きの殺し屋集団か。ああ、けど連中の正義は危うい。よく覚えとけ。奴らのルールに従わなきゃ破滅。バザールの保護なんて言うけど、むしろ占領だ。よし、これでもう次に進めるってことか。気をつけておくよ。だからってどうにもならんけどな。 PDK は厄介だ。バザールも相当頭にきてる。今のバザールは導火線に火がついてるようなもんよ。後ろ GRE って書いてあるね。なあ行こう。見せたいものがあるんだろう。ああ、なんかちょっとついてこい。ねえ、あいつらに対して思うことがあるね。え？あかん。こんなんちょっと適当にやってられないね。よし。これ登れる？なわけねえか。ここか。もうすぐだ。何事もない方がいいけどな。夜になるからめっちゃ割れるんちゃうん、これ多分。暗くなってきた。奴らが目覚める。急げ。箱を開けろ。この箱、どの箱？これか。バイオマーカーと交換できる。何それ。くそ。あ、取られたる。盗まれた。え、いややめろ、触るな。下手にロックをいじったら壊れちまう。あ、キーある。これで交換できるか。どこで手に入れた。え、このキー何。この街を知る俺でもまだ使える GRE キーなんてここ何年も見てない。これ GRE キーか。うご、ざっくり話すと、ディランって GRE の元研究員がくれた。アルツってのに殺される前、この鍵をそいつに渡すなって託された。え、重要な情報につながるらしい。それをフィッシュアイで調べたい。めっちゃ警戒してる、うん、そりゃ調べんとな。だまずい、長いしすぎた。どうなる、うるさ、やば。死ぬ気で走る。
こんなにいっぱい出てくるんだね。みんな、あ、転化した人たちか。なるほどね。俺も夜になって俺も変になっちゃうみたいな。体力倍増みたいな。いいか、大丈夫、ダメ。この腕がうずく。バザールだ。UV ライト。なんとかなる。ついてこい。急げ。あ、行く。UV ライト。UV ライトは夜の安全の象徴。感染者から身を守る唯一の手段であるため、追跡されているときはよく注意しよう。うん。長押しでサバイバーセンスを使い、夜間に付近の UV ライト源を、太陽アイコンで表示することができる。OK、了解です。そこか。早く行こう。ああ、大丈夫か。早く。でもあそこだよね。光を目指せ。聞こえたか。聞こえたよ。パウラ。あと少し。俺空とと。もう着く。走れ走れ。UV ライトや。開けてくれ。おい、明かりの中へ。入ってるよ。あいつら来ないんや。おい、開けろ早く。ホーカー、ハウラーが来る。バイオマーカー、時間がない、ハウラーが来てる。バイオマーカー行ったろ、だからバイオマーカーを見せろ。ほら、見せたらいいやん。もう最初から。そいつは俺の連れだ。そいつのバイオマーカーはせめて中に入れろ。バイオマーカーを見せてからか。電子機器でどうだ。え、こんな、あ、これで交換できなくなっちゃうか。開けろ。そんなに大事なんだあの電子機器。え、切られたん。このろくでなし。ダメなんや電子機器で。うぅ、くっさー、すごいね。何こいつ。やば。キリア持ってこい。時間がない。走れ。うるえ。この野郎。チェスレベル4って何？何それすごいね。待って、後ろ見るの。振り返るなって。振り返りたいね。うわ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 、 1S レベルって。おい、いけるやろ。うわうわうわ、ここか。俺後ろ殴られてるってことは、あれ雪アトム。助けろや。回復まだ、あ、話すんか。話すんか、お前と。あ、なんか言ってや。奴らを頼む。言ってや。キリアン、くそ、キリアン、出ろ。キリアン、明け方俺の死体にケツまずいて死んじまえ。脅し文句や。雑魚お前。食い止めろ。食い止める、任せろ。石鹸、いい匂いするやつ。俺だけ上行けるんかな。あ、あいつ死ぬんかな。あいつ死ぬんかな。上がってくるんかい。
手抜きで戦ってるよ俺。手抜きで戦ってるよ俺。あくまで俺狙いあいつら。うおおおおっと死んだ。くそ、たくさんいる。たくさんいるね。あいつたったまま死んでるよ。我が人生に悔いなし。師匠覚えとけよ。うん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 。こいつらジャストガードできるんかな。やったぞ。どうだか。よし、次が来る。五罰の証。ジャンプ難しいな、この上に乗るの。お、また乗った。勇者の証、これ勇者の証。うっ、うっ、うっ、いっぱいいっぱい来た。あ、スタミナ切れ。うわ、やばい、いっぱい来た。俺のフィールドに来い。なんでそんな煙出てんの、こいつら。お風呂に入ってる。ほら、お風呂に入ってる、ほら。なんでこんな煙出てんの、あいつら。そうか、こいつは、こいつはあれか、話す？あ、違うか、探すんか。ああ、面白い。これで全部か。あっちやつ終了だって。やば。よし。話す。うん。わお。マジかよ。誰これ。え、死ぬ。おお、危な。すごいな、この UV ライト強っ。 UV ライト強すぎやろ。ずっと耐えとけばいいやん。キリアン、もうちょい待ちゃよかったろ。ああ、けどお前の内臓を片付けるのが面倒になってな。もういいだろう、帰れ。おい、クソも休み休み言え。こいつを見ろ。お、キリアンが俺を探しとんかな。一体どこで。レアモンだ。入れてくれたらもっと持ってきてやる。確かにあのキーあればね、手に入りそうやね。これ何に使いたいんやろ。だ、みんなや二人とえ、ルローニンのエイデンだ。ルローニンだ。ここに来て日が浅そうだな。今日来た。どうやって町に入った。農家、地下水から入れてくれないか。うん、せやな。昔ルローニンを待ってた。そいつは、いや忘れてくれ。何、何でもない。こいつくれるんかな。どうするつもりだ。ホコンコン、いいヒビタを与えて生き残った。正気か。え、バイオマーカーが欲しい。持ってない。嘘だな。マジだよ。ちくしょう。マジか。ただ開けただけ。あれもったいな。元軍の同僚か。なら病院だ。避けたかったけどよ。楽して得取る主義だもんな。 UV ライトに当たりたい。すぐ戻る、しっかりな。おい、なぜそこまで親身に。人助けしてた頃覚えてるか。ええ、俺はな。けどお前はどうだか。ライトのそばで休んでろ。耳は塞いどけ。うん、耳は塞いどけ。なんで。あ、ハウラが呼ぶからか。どこ行ったん、香港。人助けしてた頃覚えてるかだよ。俺は覚えてるっつうの。うー、あ、ボギーできんかった。クソ、タクシー運転手がどういう風の吹く。タクシー運転手のあいつ嘘つき。もっとでかいもんを求めた。でかい理想を。料理だけしてりゃよかったのに。どこで寝ればいい。インヒビターのことを聞く。あんた香港と昔から。香港とは長い付き合いなのか。長すぎだ。昔は人助けをしてたってのは。同じ部隊だった。特殊、いやよそ、大昔のことだ。んー、なんでない。マイオマーカーは入手が難しいのか。複雑な装置だからな、ね、
それに製造元の工場は、わあなるほど、もう何年も稼働してない。新しく出回らないやん。バイオマーカーは血液と連動する。誰かが同期したものは、いや、すごいなそれは。再利用できない。あれがなきゃ感染の度合いもわからん。今のお前みたいに。これすごいな。だからみんな新品を買うんだ。金もクリスタルも全部つぎ込んでな。運よく俺とホーコンはまだ作れる場所を見つけた。インヒビタ、インヒビタを打たれたのはまずかったか。うん、大抵は数秒で死ぬ。すごいな俺。強い薬だ、まず耐えられない。俺は死ななかった。大抵って言っただろう。そう喜ぶな、用心だけしとけ。どこで寝ればいい、どこで寝ればいい。ここには来たばかりか。何しに来た。ここは約束の地じゃない。フィッシュアイ行くね。むしろほど遠い。フィッシュアイに行きたい。ホーコンに案内してもらったか。お前はまともに見えるけど、あいつまともじゃない。忠告しとく。店側の信頼に騙されるなよ。え、ほら、俺だってわからないぞ。まあ、え、こう言われると、もうよそ。マジか。寝ろ。どうせ朝までやることないんだ。まあ、人間このご時世ね、わかんないもんね。何か。あいつ俺のキー見てなんかちょっとね、おどおどしたしちゃうような気がするしな。取っていい。アイテム保管場所？預けとくか。じゃあ寝るよ。やめてね、キリアン。何をやめてかわからんけど。ミヤカ。エイデンバイワイデン。私を探して。探すから待っとけ。笑える。うまくいったか。あと少し。バイオマーカーは GRE の病院にある。もう目の前だ。けど、あ、もう香港は自分で行ったんか。どう行けばいい。そこを出たら正面に進め。無線は切るなよ。了解。よし。OK。じゃあ皆さん、今回はここら辺まで。また次回、香港と病院で会おう。おっつ、チャンネル登録お願いします。はい、